なんで俺だけ？まだまだ、こんな理不尽さ今に始まったことじゃないのよ。最強の装備をしていこうじゃないか。いけー！なんで俺だけ？ならあいつの射程範囲外から行けばいいだけさ。さあゴールショ。もうすきりしろ！お前が作ってんだよ。もうオープニングの長くなってさ、絞り出した結果がこれだよ。いや本当ね、今の状態で言えば線香花火で落ちかけの状態のやつ、常にギリギリでオープニング作ったの。はい、それじゃあ本編入っていこうか。どうも、なんでキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ミドルミディスということで、私はペテン師ということでしょうか。まあサムネではちょっと不気味なネズミ、いやコアラかな、まあそんな絵を描いてくれてるんですけど、このコースめちゃめちゃ面白いみたいだよ。今までに見たことのないような罠が仕掛けられてるみたいな、教えてくれた方がそう言ってました。めちゃめちゃ楽しみだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.16% で、今日はね元気モリモリマックスサンデーだね。なぜかってさっきまで寝ちょったからさ。だからいつもより騒がしくなってしまったら申し訳ない。まあいつもと変わんねえか。あけんちゃんおはよう。やべ、今のでうちの猫起こしちゃった。じゃあこのピーは叩いていいのかい。開幕派だ。いや思うんですよ、僕って一生誰とも住めないんだろうなって。こんなやつが隣にいてたらどう、絶対キレると思うよ。お前うるせえちゃうみたいなさ。じゃあこのパンを叩いて、あ、左に行けっていうこと。あそんでさ、僕前々から言いたかったことがあるんだけど、実況中によく噛むと思うんですよ。それには理由があって、こっちの方言で喋ってないから、だからもうあんまり標準語出さなくていいかな、こっちの言葉で喋っていこうかなって思うんですよ。無機物バーイ。無理やりすぎんだよ。じゃあなんで慣れない標準語を喋ってるかって、気になる方いると思わないから勝手に喋っておきます。僕の言葉って調べれば一発でどこに住んでるっていうのが分かるんですよ。福岡県の中でも特に限定されるからね。 P スイッチ、 P スイッチを持ってこなくちゃいけないの。ならばーい、そこにあるか。いや今の上手くない？この P スイッチが鳴ってる間に行くって思うじゃん。でもあの土管から出てくるってさ、確かに見たことのないようなトロールコースだ。これどう考えても P スイッチが鳴ってる間に行けないもんな。じゃあここで右側に避けておけっていう感じか。でこの土管から P スイッチが出てくるみたいだ。いやこれは参った参った。じゃあここのハテナブロックを叩いたら上から何か降ってくる。バサバー。まあそこまで難しいっていうコースじゃなさそうだね。罠もちょうどよく適度な感じで来てるよ。適度な感じってなんだ、塩加減みたいに言うな。上の音符ブロックは何もない。まあでもあながち間違ってないよ。僕の人生においてトロールコースは最高のスパイスだ。石尾やちなんつって、今日もくだらないギャグが出るってことはめちゃめちゃ絶好調な証ですね。もうこれが絶好調だからな僕の。じゃあメント取れなかったでしょ。そしてこっからの石エンジをどうやって倒すかなんだけど、これ左行けないかな。ちょっと連打してっていい。音に反してマリ微動だにしてねえんだけど、少しは動かんか。これさ、パワーブロックでブラパを右にやるとかそんなんなんかな。いや全く動かんわ。ってことはブラパを倒すことは間違ってない。で右に行ったら詰むでしょ。じゃあ左行くしかないんだけど、アイテムが出てきますよみたいな。うわ、なんもねえばい。え、これジャンプして、隠しバッグか。なるほどね。いやそれは分かんでて、いやこれは僕は普通に降りない。左を心配しようか、常に左を心配して。シューターに近まれなかったでちゅった。あ、窓にヤモリがいる。なら何もしないでよかったんだね。一旦右上の四角のブロックを叩いたら、ただガボンが出てきただけか。じゃあこのハテナブロックはカエル、え、カエル取っていいのかな。取っていいのかなってか、全然取れないんだけど、落ちてくる気配がないな。わかった、あのカエルを取るために右上の隠しブロック叩いたらいけなかったんだ。そんなわかるか。だからここで隠しブロックを叩かなかったらカエルが取れますよみたいな。右と左どっちに落ちてくるんだろうな。いや左以外ねえわ、こっちにバッグがいるもんだって。右に落ちてきたところで回収できるもんね。さあカエルになって進もうか。まあすぐにチビにならなきゃいけないのか。ちょっとはカエルの人生を楽しませてくれよ。これは踏んでいいのかい。踏んだらバッグがすぐ襲ってくるとかそういうことはないのかい。ほらー、
そういやさ、何店舗かからビレッジヴァンガードさんが連絡来てて、グッズを販売しませんかみたいな。いや、めちゃめちゃ恥ずかしいんだけど。どうする、ビレッジヴァンガードにちょっとさ、流れてるあるじゃん、テレビみたいな、そこに花が入ってたら。で、ここマジ進み方が分かんねえ。え、どうしよう。え、これ乗ったらいけないんでしょ。乗ってすぐ右。いや、マジで分かんねえなこれ。いや、何よりも一番恥ずかしいの言っていい、オープニングだね、曲に合わせてトライアングルチーンチーンチーン言われてるんです。あ、これ無敵時間のまま行けばいいのか。あ、はいはい、分かった。なんでそっちに行くんだよ。何これ、トロールって書いてんの。これ叩いたら落ちるだけだろ、じゃあ僕は一生叩かないよとか言いながら叩いて落ちます。え、左の土管入れたのすごくない？どうやって入れたんだろうな。あれ絶対ツタに捕まると思うじゃん。じゃあ何もしないでいいの？なんかさ、左で行ってんの感性かな。だかブラパに当たった感性でちょっと左で動いてるのか、それで土管に入れられたみたいな。さあ、中間ポイントが恋しいよ。今よくかわしたら上に行ってみようか。オンオフはないみたいな。ちょっと謎なんだけど、今やられた時さ、砲台左向いてたんだよな。で、なんで右に来たの？おもしれじゃねえか。一瞬だけでしょ。いつのタイミングだろうな。このタイミング OK。 そして次はどうすりゃいいんだろうな。次こそ中間ポイントが取れるっていう感じですね。どうもありがとうございます。そしてこのカロンの甲羅は、うわ、どうしよう。このまま左行ってもいいと思うんだけど、一旦右投げてみようか、この指示通りに。まあそんなことだろうと思ってたよ。どうせここに誰行けない。まだ何なんだろう。いや、僕が行ってみせるさ。これちょびちゃんすればいいんだ。うわ、今行けそうだった。なら素直にカロンの甲羅履いて左に行こうかと言いたいんだけど、さっき行けそうだったよな。それを僕が見逃すわけがないさ。ガバ名人を舐めるな。ここはジャンプだ。よし、うますぎる。これは絶対持ってきちゃいけないもんでしょ。一旦履いて置いておこうか。そしてチビになってこの先進んでいこう。多分ここヒップドロップしても何も出ない。オッケーオッケー。ということは、カロンの甲羅を持ってくるのは必須じゃないと、そう言いたいんだよ。そしてこのピンスイッチを持って、あ、待ってみよう。いや、本来の生き方で行こうか。なんかまずい予感がする。変なガバリ方を発見しそうで怖いわ。ちょっと積んでしまいましたみたいな。せっかく中間ポイント取ってるのに。さあ、ここはピンスイッチが左に来る。このピンスイッチをキャッチしてからの扉に入っていく。オーケーオッケー、なかなかいい調子できてるね。そしてここは、左に行ってもパックンはやられてはくれないと。でもさ、降りた瞬間やられるとかそういうのあるよね。ちょっとそれに期待していいかな。唇植物が素直にこのリフトに乗って上のカロの甲羅を取れと、そういうこと。あー、どのタイミングだろう。出てきた瞬間すぐ見に行こうか、このタイミング。あー、早めのジャンプだ、早めのバビロンだ。集中しろ、ここだ。なかなかうまいタイミングだったんじゃない。じゃあここはオンオフをして一旦左で逃げようか。それで大丈夫だ。お今積んだと思って何も喋ってなかったんだけど、めちゃめちゃ面白い罠だったな今の。いや、本当にね、このコース見たことのない罠ばっかりでめちゃめちゃ面白いね。もう実況したくないもん。実況しないでゆっくり自分の時間だけでやっていこうかなみたいな、そんなこと思ってますね。さあ、ここはヒップドロップをするしかないよな。ヒップドロップして絶対なんか出てくるんだろ、分かってんじゃん。クリボーか。え、あのクリボー何？ダバダじゃないんだよ。クリボーについつい釣られてしまったな。出てきたら気になって行っちゃうじゃん。じゃあここはパウを叩かないようにすぐに右に逃げようか。で、これがブラパだったっていうわけだよね。そしてこのガリガリの中なんかあるんじゃないのか。一旦右に逃げようか。うわ、どうしよう。死んだ船で行かなきゃいけないと思うんだけど、絶対何か来るよ。何かしてくれたら分かってんだ。あふあふーは気持ち悪すぎ。なんかなんか出てくるとは思ってた。ここで準備はしてたんだけど、出てくるワードがあふーってどういうことだよ。語彙力内見 YouTuber です。バレーフューチャリング魚。今さ、たまたま Twitter 見たんだよね。そしたらこんな DM が来てて、姉の前でピオキングさんの動画見てマリメばっかやって叫んでる人だよって言ったら、姉変態じゃねえかって言ってました。いつものピオキングさんだし、まあって思ったんですが、これが正しい反応なのでしょうか。わからなくなりました。いや、知らねえよそんなの。僕がどうやって反応したらいいかわかんねえよ。じゃあここはさ、上にジャンプしていいのか。なんで後ろにさがんの。え、後ろに下がるっておかしくないか。バグオヤジ、ここは何もしないで右に進めっていうことだね。また変な動きしやがって。もうその使い方教えてほしいぐらいだね。さっきの後ろに下がるやつとか最高じゃん。オープニングに使いたいぐらいだよ。じゃあここは隠しブロックやったらららら。
ピオキングはコアレベルが99になりました。ちょっと待ってね、ここさ、ブロック壊されるじゃん。もう一個あるってこと？バカにしてんのか。もうお腹痛いわ。今日のトロールコースマジでめちゃめちゃ面白いね。なかなか見れないよこんなの。じゃあこのクリボを踏んでいけっていうことか。後ろになんか隠されてんのが見えんだよな。いったそのまま行ってる。いや違うんだ。いや違わない。僕はもともと下手くそなやつなんだ。たまにうまいとか言われるけど、どうかしてるぜ。いやどうしようこれ。叩くブラパがなんか落ちてくるんじゃない？やっちまったな。ここさ、もう積んだと思って速攻でやられてしまったんだけど、左下抜けれそうじゃない？なんかね、ここ一マス隙間あるからスーって抜けれそうな気がする。ちょっとガチで集中してやってっていい？なんだこの時間は。そういや今さ、全然関係ない話なんだけど、じいちゃんとばあちゃんの犬の追い払い方を思い出してさ、じいちゃんとばあちゃんがいるかなって、だいたいこうやって追い払わない？シェッシェッシェッ。もっといい追い払い方ないのかなと思って、でもオラーとか言うのもなんか違うじゃん。急にそれ思い出して思い出し笑いしてたとか、なんだそれ。いやみんなだったらどうする？目の前に追い払いたい犬がいたら何かを投げるとかはなしね。僕だったら両手を上に上げて、このだけって言いながら近づくかもしれない。そしたら相手は絶対恐怖でしかないよ。多分隣にいる人を見ちゃうだろうね。そしてこの P ブロックは右に行っていいのかな。絶対閉じ込められるよガシガシで。ですよね。じゃあこの P ブロックは無視していこうか。土管に入るか、それとも上に行くか。なんか砲台が待ち受けてんだよな。絶対なんか出してくる。何を出してくる？電気アップか。怖いことすんだって。あー、この2つはコインなんだね。一旦左行ってみる。なんかピンポン言われてるな。右の土管も入れるかすげえ気になるんだけど、このブロックは何もない。何？音楽乗れってこと？いいじゃないか、乗ってやろうじゃないか。チーン。左の土管入れるか試せばよかったな。右の土管は、あ、こっちは入れるんだね。じゃあこっちが正解なんかな。左の土管は入れませんよみたいな。うわどうしよう。これ下降りれる？あ、中間ポイントあんじゃん。うわ、いや左行ってみようか。あの目と被ることが正解みたいな。頼む、目と取らして。目と。ならめったら無視して下に進もう。そうすればあの中間ポイントを取ることができるんだ。さあドアに。どこに行ってんだ。全員こっちで転がった。いやナイスアイディアすぎでしょあれ。これめちゃめちゃ好きだわ。石エッジだけ右に行くのかじゃないんだよ。もう全員右に行っちゃうの。これほんと面白いよな。あーじゃないんだよ。多分ねこれね、右の土管に入れば中間ポイント取れるとは思うんだけど、左の土管気になんない？入れんのかなと思って。入れませんね。ここの中間ポイント取るにはね、めちゃめちゃタイミングが重要になってくると思うよ。動いた瞬間左にジャンプ。さあ中間ポイント取れたね。めちゃめちゃ長かった。中間ポイント2まで。左のドア入ってってみようか。こっちまだ入ってないよな。あそこに出るだけね。じゃあ右の土管に行こうか。さあゴールまでね、そんなに遠くないと思うんだよね。でこの靴は履いていいのかい？履いて。あっ助けて。じゃあ靴履いた瞬間乗り捨てなきゃいけないんだろうな。あら今度靴開けないよ。あいた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 。よしよし分かってりゃこっちのもんなんだよ。急な対応もできる男だぜ。じゃあこのバネを投げてみる。全然急な対応できてねえわ。じゃあこれでオンオフをしてくれる。いやマジでそろそろゴールあってもいいよこの先か。なんだお前。今改めて見ると殺伐としてんな。ここ右行ったらやられるとかそういうことはないみたいだね。じゃあ常に左に走っていけってことか。オッケーオッケー。さあここでゴールは？まだか。ゴールはまだみたいだ。オーマイガー。得意な英語が出ちゃう。すぐ上にジャンプだ。上にジャンプしてあの記録を取っていく。でメット取れんのかな今度。ちゃんと被らせてくれよ。どうなんだ。ホールインワン。なんかねガリガリに押し出されたんだよね。メットを被ってるからかな。じゃあ右を進化してみる。オッケーオッケー。これで抜けれるんだね。そしてあのコインを取ってみようか。右に花ちゃんがいるね。花ちゃんが鍵を持ってるっていうことかい。じゃあ花ちゃんから鍵を手に入れた瞬間扉に入れるように。すぐ押し進化。これでどうだ。さオンオフをすることによってレールの位置が変わるじゃん。それでドッスンを引っ掛けて右にやれっていうことなんじゃない？
だからドッスンが下から上に来るタイミングでオンオフ、このタイミングかな。これでいける？いけないよ。わかったわかった、マリオがいるからダメなんだ。ドッスン反応しないように左に追っておく。そしたら鍵をゲットできるっていうことか。これめちゃめちゃ凝ってるな。そして次はまだゴールが見えないな。オンオフした瞬間あの敵がすごい勢いでこっちに来ると思う。だから左に隠れておく。これが正解だ。これだ。ここでかわせる。オッケーオッケー。そしてあのドスは何をしてくるんだい。下に落ちてくるのかい。ドー、これ右ダッシュでいけるかな。頼む、いってくれ。いや本当に面白い、一つ一つ凝ってて。じゃあこの雲を乗って、オンオフをして、P スイッチを踏めってことかな。 P スイッチを踏んで上に行く。いや頼む、間に合って、雲消えないよな。オッケーオッケー。そしてあの旅館に入っていけばいいのか。やったまさかのガリガリの中にゴールがあるパターンだよ。いやこれね、ここ最近のトロールコースの中でもトップクラスに入るぐらいマジで面白かったね。難しいコースでもやってみたいなっていう方はぜひおすすめですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ序章業者序章ということで序章業者っていうの難しくない？ちょっともう一回言わせて。序章業序章。このコースね、パウの先の穴の中にパックンが一体いるだけなんだよね。でそのパックンが鍵を持ってると思うから、そのパックンを倒して鍵扉に入ってゴールみたいな。ただそんだけなのにこんなにクリア率が低いんだよ。どういうことかなと思って。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.26%。 そんで M の日常って書いてるんだけど、 M って誰のことを指してるんだろうね。僕じゃないよ。僕はどっちかって言ったらド S だからな。さあこのパンを持ってこのパックを倒せばいいだけだと思うんだけど。え、これそんな難しいの？一旦落としてみようか。いやちょっとごめん、ちょっとミスったね。で落として、やられないな。これ落ちていいみたいだ。積みましたわ。ちょっと待って、このパックンが鍵を持ってるってことは、このパックンを倒せば鍵が、あーもしかしてこの下のオープンブロックかな。はいはい、そういうことね。っていうことはどうやってあのパックンを倒すかだよね。ジャンプして落としてみようか。これでパックン倒せないかな。頼む倒して。うわ倒せないか。じゃあ扉入ってってみようか。これはもしかしてやり直しが効くね。すげえありがてえ。じゃあ穴の中に降りてパックンに当たるギリギリ手前でパウを離してみる。ナイスサンドイッチ。じゃあダッシュからのパウ落とす。これでどうかな。うわちょっと難しいね。でもこれ綺麗に穴に入れるの。多分これがこれで合ってんのか。あ、来た来た来た。どうしよう、普通に落としてもダメ、ジャンプで落としてもダメ、ダッシュジャンプからの落としもダメでしょ。え、もうやることないんだけど。これを投げても戻れはしない。うわこのパックマジでどうやって倒すかわかんねえな。ちょっと自作してくるわ。検証タイムと言いたいんですけど、作ってる途中でヒントらしきものを見つけてきました。それね、さっきこんなコースだったと思うんだけど、これをさこんくらい消すじゃん。そしてこのパウブロックを投げれば、投げればというか落とせばパックを倒せるんだよね。でその理由はさ、このパウブロックが壁に当たってないっていうことなんだよね。もし壁に当たってしまうとパックを倒せなくなる。このパウブロックを落とすじゃん。そしたらマリオから結構離れるの分かるかな。もちろんジャンプしても結構離れてしまうんだよね、パウブロックって。これね、高いところからしたら結構分かりやすいんだけど、ちょっとこっからやってみようか。そしたらね、パウブロックが離れ続けるの。これによって垂直に落とすことができないからパックを倒せないみたいな。だからさ、ちょっと動けばいいみたいな、そんな感じなんじゃない？ほらほら、さっきより動いてないでしょ。普通に落とすときはこんくらい動いてるんだけど、ちょっと動いたら結構垂直に行ってくれるんだよね、このパワーブロックが。これでパックを倒せみたいな。いやいや倒せてもよかったくれ。まあ多分こんな感じだと思う。ちょっとこっから先は本番やっていこう。ただここ結構深いんだよな。だからジャンプして落としてもパックに当たっちゃうと思うんだよな。うわ今の惜しかった。っていうことはジャンプしないでもいける方法がある。ちょっと歩いて落とすみたいな。ここでちょっと歩いて落とす。うわむずっけ。これでいけるのか。はい合ってるかわかんねえ、合ってるかわかんねえけど、もうこれしかねえんだ。たぶんちょっとだけ動いて落とす。うわこれ壁に当たらないとかできる？いや絶対ね、でもそれしかないと思うんだよな。ちょっとだけちょっとだけもうこれカットしていいかな。お願いこれで倒して。やったこれでゴールできるやな。隠しブロックとかないだろうな。よっしゃー
いやこれ本当に作ったのすごいね。こんなん見つけれるのマジで天才だと思う。まあそれを攻略できた僕も天才だと思いますよ。はい、それじゃあですね、何も達成できてないけど高評価チャンネル登録お願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。